ゲームオーバーだ。白ガスがつき、暗闇に飲み込まれた。うわ、やっちゃったな。コンティニューするとこっからか。銀皿は？あ、銀皿は買ってある状態か。リョウベイさんが銀皿を持ってきてくださいました。ありがとうございます。これでカニを食べるのが楽になります。このゼロって何？カニの量。あなた音抜けしているじゃありませんか。そんなに目まで動き回っているなんて、自分の体がどうなってもいいんですか？さあ早く給油はしますから、順応堂にでも行って回復しないと。給油はしてくれるんだ。ありがとう。早く回復してください。そっか、重量を積む搬用機械って燃料めちゃめちゃ使うんだね。まさか死ぬとは思わなかった。じゃあもっと、白ガス、携帯用白ガスあった方がいいのかもね。エレベーターで下の階に行って活動するためにはね。だって戻ってくる必要もあるわけだし。順応堂、左。ちょっと白ガスを多めに買っておこう。で、万全の準備をして、最短距離で、工場に行くべきだね。サビネモドキ。カエル魂。ニガザミ少し多いか。これで白ガス燃料は少し買っておこう。マリア百貨店2階。なんであんな入りづらいところに人がいるんだろう。ガタリっていうオス機械は重要物運搬用機械に乗らないといけないくらい重い機械なのかな。あんな燃料がかかるエレベーターが先に好き好んでいるっていうのはなんだろうね。携帯用白ガス、カエルだけ買っとくか。で、下に行って清流層に一番近い白ガス屋、白ガス屋1号店で燃料を補充した足でそのまんま清流層に行くべきだな。うん、ここだ。こんなところに来てていいのかい？僕には関係ないけどね。もちろん入れていくんだろ？スタンプ15枚絶対シェンなこと言ってるでしょ。浮気じゃないから。重量用エレベーターに乗るためにギリギリで燃料を補給したいだけでさ。では、道夫さんで。こんにちは。ありがとう。ありがとうございました。ちょっとたどたどしい。いやー、腕
ブールの言葉にちょっとドキッとしちゃったよね。じゃあ清浄層行こうか。で工場に行くと、次は失敗しないようにしようか。乗った時にどれだけ減るかちょっと見とこう。燃料工場選別場で左、ここだね。乗ります。いや、がっつり減ってるね。3分の2以上減ってるね。半分はいってないけど、シェルガスで補給してから乗らないと。そりゃ燃料切れで倒れるな。行きますか。お、結構長い。と、ここにガタリがいるんだよね、ガタリ。あ、看板。すべての掲示板を発見したようだ。これすべてなんだね。シャドウマーダーショー青。さっき、フロックオイルダブル黒、サビを手に入れた。まあ、相当機械の人、美容室にいたよね。カニ味噌、ラベル黄色、ファイヤーショー。この子さ、ルーじゃない？違うかな。でも胸が、なんか、言いづらいけど、なんか胸が違うような気もするけど、ルーかな。ファイヤーショー、紫は手に入れた。ブロックオールダブル黒を手に入れた。で、さっき、手前に、病室の手前に出そうと機械だね。金地を手に入れた。これはだいぶスタンプ、スタンプじゃないか、釣り道具になるのかな。あとで、ポスター好きのあの人に渡しに行こう。オッケー。じゃあ、左。ここじゃないね。戻ろうか。ガタリってどこにいるんだ？この区かな？すごい奥まったとこにいるんだな。機械が嫌いなのかな？おー、まだ行く。あまだ行く。長いな。絶対ここにいるでしょう。仕掛けがあるな。お、番屋。あ、ここが番屋なんだ。鶴さんが番屋について話してたね。で、君が、目がすごい。ガタリ。やっぱガタリだ。おう、お客さんとは珍しいな。こんなところまで来るとは、あんたも物好きだね。せっかく来たんだ。ゆっくり釣りでもしていくといい。これは昔部品を釣るときに使われていた釣り針だ。よかったら使ってくれ。釣り針100号をもらった。ありがとう。影について聞きたいんですが。何？影のことが聞きたい？君は自分の影にあったのか？それじゃ幻想体はもう見つけたのかい？何か言っていただろう？幻想体？ちょっとわからない。罰は？そんなことはない。もう一度聞きに行ってみなさい。何か言っていただろう。はい、押すとどうなる？運動靴。きっとそれが幻想体だ。これは影と一緒にこの世界に実体化するものだ。運動靴。運動靴ってした人じゃなくって、運動靴自体が幻想体ってこと？影には本来の世界がある。影にとって幻想体はその世界への橋渡しをする役目を持っている。それを手に入れることによって自分の記憶を取り戻すのだ。だが影の力が弱いと私たち機械には幻想体を見ることができなくなってしまうんだ。そうだ、いいものをあげよう。これはダウジングコンパスといってね、この世界にとって異質なもの、つまり影は幻想体といったものに反応する。この道具には2つの効果がある。まず遠方にある影は幻想体に反応する。
これを持っていれば地図上でも反応を確認することが可能だ。この効果が得られるのは使用者に関わりのあるものだけだがね。次に力の弱い幻想体を増幅作用によって仮死状態にすることができる。こちらの効果はダウジングコンパスと対象物の距離が近ければ誰でも確認できる。想像がつくと思うが、この二つの効果は一つの機能の表れだ。これを使えばきっと幻想体を探すことができるだろう。私には必要ない。私の影はもういないんだよ。ダウジングコンパスをもらった。この人も影を、自分の影を探してたんだろうね。これを使って運動靴を探すのかな。運動靴が幻想体。あ、君、これを持っていきなさい。君には必要なものかもしれない。白ガスや年代記。なんだろう。白ガスや年代記。ヤンという非常に興味深い機械の存在によって、この世界は劇的な変化を遂げた。以下の記述はその詳細を記すものである。白ガス屋ってさ、ヤンが天使だったって言ってたもんね、昔ね。ヤン、生まれながらにして異常なほどの純濃度を持ち、燃費、出力、どれをとっても平均値を大きく上回る数値を示す。このような機械が生まれる理由はそれほど多くは考えられない。最も可能性が高いのは影の欠如である。はじめ等にこの例を見ることができる。影と機械との間には密接な関係があることはすでに明らかになっている。機械の能力が高ければ影の存在はそれだけ薄いものになる。だが事実のほどはわからない。後で述べることになると思うが、プシケのような例もあるからである。しかし、ヤンがこの世界に対して示した異常な執着を考えるとき、どのようなものであれ、影に対するマイナス要因が存在していることだけは確かなことであり、もしもヤンの夢日記が発見されたならば、おそらくそこに書かれているのは影の実世界における著しい衰退、もしくは破壊であろう。そうであるならば、以下に示す一連のヤンの行動にも、何らかの一貫性を見出すことができるのではないだろうか。ヤンが最初に行ったのはメス狩りである。現在のオスとメスの不均衡はこの時から生まれた。なぜ最初のターゲットがメスマシンだったのかはわからないが、これもおそらく影の世界に関係があると思われる。メス狩りね。メスの解体は非常に独特な方法が取られた。機械と音の関係に注目したヤンはオルゴールを使ってメスを解体 したのである。やべえな。オルゴールを使ってメスを解体したの。すでにラオによって波動治療の実験が成功していたことを考えれば、その理論を逆用するという発想はヤンにとっては当然の帰結だったのかもしれない。オルゴールには共鳴板が装着され、そこから奏でられる波動は運な機械をも狂わせずには置かなかったという。しかしその波動はヤン本人にも影響を与えたはずであり、そのような状況で解体を免れたヤンの純濃度の高さは驚くばかりである。そしてその自虐的としか思えない行動に走らせた理由にこそ、ヤンの本質が隠されているのかもしれない。うわぁ。いやぁ、鳥肌立つわ。ついてきてますか？ヤンが、メスの解体ショーみたいなのをしたってことだよね。ヤンがメス狩りをして、オルゴールを使って自分を傷つけると同時にメスを解体した。ヤンは純濃度の高さゆえになんとか多分生き残ったんだろうね。まだある。ちょっと一旦区切りを入れて、ああ、いや、またこの時にヤンにとって最も重要なメスマシンとの出会いがあった。ジュースである。この類まれなメスマシンは共鳴板付きのオルゴールの波動によっても解体することがなかったのである。
おそらくジュースの純濃度はやんをも凌駕していたに違いない。ジュースの驚くべき点は他にもある。このメスマシンには影が存在するのだ。プシケ。そうなんだ、ジュースの影がプシケか。このあるものにとっては神格化さえされている名前の持ち主こそがジュースの影である。ジュースはこの世界にあるべからず完全な存在なのである。あえてこのようなことが起きる可能性を考えてみるならば、それは影の実世界の完全な喪失しか考えることはできない。真実のほどは定かではないが、とにかくヤンのメス狩りはジュースとの出会いによって終わりを告げた。解体できなかったメス機械がいたんだね。それがジュース。次にヤンが始めたのは影狩りである。これは理にかなっている。なぜならこの世界において影は異質なものであり、ヤンにとっては邪魔者以外の何者ではなかったはずだからだ。影の存在はこの世界を一過性のものにする決定的な要素である。影の存在はこの世界一過性のものにする決定的な要素である。影がいると一過性ではない。この事実はおそらく影に対して嫌悪感ないしは敵意を持っていたであろうヤンにとっては非常に苛立たしいことであったに違いない。ヤンにとってはこの世界こそが唯一の世界であり、同時に牢獄でもあったのだ。この世界にいたかったってことだよね。私はここで告白しなければならない。私は何も影を消滅させるためにオーラスコープを開発したわけではない。言い訳にしかならないが、あの機能は副次効果だったのだ。しかし結果としては私の開発したオーラスコープによってこの世界の影をほぼ全滅することになった。いや、全滅という言い方は正確ではない。正しくはエーテルシャドウ化してしまったわけである。さらにヤンはこのオーラスコープを使った影の気化という現象を見せ物にすることを思いついた。新世界の始まりである。ヤンの自虐癖と孤独から来る自己検知の欲望はとどまるところを知らなかった。新世界の見せ物はオーラスコープを使ったシャドウマーダーショーに始まり、メスマシンの出演するファイヤーショー、機械そのものを解体する反順応液晶と、より直接的に、そして滑稽なものになっていった。今にして思えばなぜあんなものがこの世界の機械たちに受け入れられたのか不思議ではある。しかしこの世界を誰にとっても、ヤンにとっての世界と基本的には何も変わらないものだと考えるならば、納得がいかないわけではない。事実、私は激しい嫌悪とともに、明らかにあれらの章によって高ぶりを感じた自分を否定できないのである。だがここにより本質的で重要な問題たちが現れる。汚水の現象である。言うまでもなく汚水はメスマシンの排泄物である。ヤンのメス狩りによってメスマシンの数は激減した。これはあまりにも当然な結果であると言わねばなるまい。このことは汚水の現象によって初めて研究され、明らかになったことではあるが、機械の純濃度を保つためには汚水の気化成分が不可欠だったのである。汚水の気化成分が純濃度を保つのに必要。メスマシンの減少、そして汚水の減少。汚水がなくなれば全ての機械の存在を保てなくなる。やは自己の欲望による行為とその結果に対する二律背反に対して苛立ちを感じていたに違いない。なるほどね。はメス機械を解体してなくしたかったけど、そうすると機械すべての存在が保てなくなるっていう、その板挟みに合っていたっていうことだよね。しかしヤンの取った措置は明快なものであった。彼は自分にできるたった2つの変更を施すことでこの問題を解決した。一つ目はジュースの改造であり、もう一つは水門の設置である。汚水が足りないのであれば作ればいい。それでも足りないのであれば足りるようにすればいい。白ガス屋の設立はヤンにとってあるいは不本意であったかもしれない。ヤンは望まずしてこの秩序なき世界に社会的なるものを持ち込む役割を果たしたことになる。ジュースの改造は大量の汚水とともに大量の白ガスももたらした。
だがジュースによる白ガスの供給は全てのオス機械に対して開かれたわけではない。ジュースの改造をもってしても白ガスの供給不足に応えるのには不十分であったからだ。ヤンはあまりにもメスマシンを減らしすぎたのだ。そこで新世界で見せ物にされていた3体のメスマシンが追加されることとなった。この3体のメスマシンはジュースには遠く及ばないものの、平均的なメスマシンよりははるかに高い純濃度を持っていたことも好都合であった。3体のメスマシンはアインによって新世界での記憶を消され、白ガス屋に配置された。こうしてジュースと3体のメスマシンを基本とした白ガス屋の体制が確立された。汚水の減少がなければこれらのメスマシンたちも解体される運命にあったかもしれないことを思えば、これらのメスマシンには不幸中の幸いであった。白ガス屋にいる3体のメスマシン、あの子たちのことだよね。私はここでヤンが予測していなかったであろう一つの問題に言及しないわけにはいかない。それは水門の設置による黒隕石の封印についてである。ヤンのこれまでの行為を考えるならば、あるいはこの結果は偶然ではなかったのかもしれないが、黒隕石は影を陰たらしめるものである。影を完全な存在にするものである。この世界における影の存在は不完全なものだ。逆の言い方をすれば、不完全であるからこそ世界に存在できるのだということもできる。あのプシキでさえこの事実から流れるわけにはいかない。たとえこの世界において完全なものに見えても、完全な影の存在はこの世界を相対化するものだからである。一つの完全な影はこの世界全てと対応している。いや、この言い方はあまり正確ではないかもしれない。これはあくまでも私の仮説でしかないのだが、論じられている対象の性格上、仮説の域を出ることが不可能なのだ。完全な影に対応するのはこの全世界なのではないだろうか。我々は誰かの世界の住人でしかない。また、あなたは私の世界の住人でしかない。決してそれぞれの世界などということについて言っているわけではない。我々は確かにこの世界を共有している。我々はこの世界の構成要因であるかのように見える。しかしおそらく事実は違う。誰かの世界しか存在しないのだ。さらに言えば、私の世界しか存在しないのである。私はここで哲学を論じるつもりはない。私とは誰かなどとは問わない。重要なのは、黒隕石の封印によって全ての機械にとってのこの世界が終わりなき世界となってしまったことである。この結果はヤンにとっては満足のいくものではあったかもしれない。少なくとも初めのうちはそうであったはずである。しかし今のヤンにかつての情熱は存在しない。自虐の炎は消え、孤独だけが残されたのだ。ヤンはそのパラダイムの限界によって失速したのである。ヤンの願望は達成したけど、ヤンの情熱は消えた。あ、ここが最後か。途中共感したな。誰かの世界の住人でしかない。誰かの世界は存在しなくて、私の世界しか存在しない。ただし世界は共有している。一旦ここで区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。コメントいただけると嬉しいです。それではまたね。